坂田正明は、日本の技術者、政治家、内務省技師、満州国交通部技官などを務めて、土木行政に携わった後、八代市長、荒尾市長を歴任、二つの地方工業都市の市長を務め、戦後の復興に尽力した。熊本県八代郡八代町出身。1913年、東京帝国大学工科大学土木工学科を卒業。 大学卒業後、内務省土木局の技士となり、1917年、最上川、改修、坂田筑工の任に当たった。1937年により、満州国へ赴任、道路市長、議官として、広大道路の建設など、道路行政に携わった。1943年に本土に引き上げ、神戸市議官兼公安局長を務めた。1947年、 高選初の八代市長に選出された。都市計画など、市の戦後復興に努めたが、二期目続投を目指した、市長選で落選した。1952年、荒尾市長に選出された。市の労働会館、運動公園、道路網の整備などを行い、戦災によって荒廃した、炭鉱都市の復興に努めた。三期目の任期中に死去。中村佐右門太郎、坂田正明。 熊本の地水作水害と白川海州の方作熊本日日新聞社1953年ムシット BA48124196 ありがとうございます。